放流を行ったのは地頭型小学校の5年生です。地元の漁業や海洋資源について学ぶ社会の授業の一環で、南駿河湾漁協に協力してもらう形で毎年稚魚を放流しています。子どもたちは足首まで海に浸かりながら、養殖で育った体長6センチほどの稚魚3万5000匹をバケツに入れて丁寧に放流していきました。この地頭型の海でこの小さなヒラメたちが大きく育ってほしいです。稚魚はおよそ1年ほどで体長30センチまで成長するということです。